はい、トムでーす。みんなは宮中晩餐会に呼ばれたことはあるかな？この日本においても宮中晩餐会ではね、ほとんどの場合がフランス料理なんですよ。なぜ日本でもねフランス料理ばかりかというと、しっかりとした理由があります。それはね、フランス料理は国際的にマナーがねちゃんと共有されてる。なので世界中の人が来た時に対応しやすい。さらにですよ、メインディッシュとかは牛であったり豚であったりとかじゃないんです。ほとんどの場合が羊なんですね。なぜ羊かというと、これはね皆さんなんとなく気づいてるかもしれませんが、世界中の来賓の方が来たとしても宗教上の問題が一番少ない、トラブルにならない、そんなところから宮中晩餐会ではね羊になっていたりフランス料理が出るようになってるんですね。みんなもね呼ばれるかもしれないんで、よーく覚えておいて、また呼ばれなくても友達にシェアして教えてあげてね。そんな感じでした。